本日はライジンファイター渡辺修斗選手の実弟でもある渡辺健志郎選手が5月30日窃盗の容疑で逮捕され、ブレイキングダウンファイターの圭之介選手や青木真也選手が気になるコメントを出していますので、そちらについてまとめていきます。5月30日ネットニュースを取り扱うライブドアニュースはこの件についての記事を投稿し、その中で知人の女性宅からクレジットカードを盗んだ総合格闘家が逮捕、栃木県栃木市在住の総合格闘家渡辺健志郎容疑者31歳が窃盗の容疑で逮捕されました。警察の調べによりますと、渡辺健志郎容疑者は自身がお客として女性宅を訪れた際、部屋からその女性がいなくなった隙に女性の私物であるクレジットカードを1枚抜き取り窃盗した容疑が持たれています。警察の取り調べに対し渡辺健志郎容疑者は容疑を認め、クレジットカードで物を購入し転売していたと語っております。さらに渡辺健志郎容疑者は昨年にも別の女性に対し同様の容疑で逮捕されており、2度目の逮捕となっておりますなどとの報道がなされ、栃木県栃木市在住の総合格闘家渡辺健志郎氏が窃盗の容疑で逮捕されたと衝撃の報道がなされております。この報道に対して同じく総合格闘家である青木真也選手はツイッターにて、渡辺さんの窃盗は病なんだから周りは治療させてやれと思いました。手癖が悪い人は部活でもたくさん見てきましたが、病気だから治療するのが最善だと思います。犯罪は病などとツイートし、渡辺健志郎氏の窃盗については病だから治療が必要だと語っております。さらに渡辺健志郎氏と同じく栃木県出身の圭之介選手はツイッターにて、病気だろうな、昔うちのジムにもこんなやついたな、治療が必要だよとツイートし、前述の青木真也選手と同様、渡辺健志郎氏の窃盗に対して病気だから治療が必要だとツイートしております。この一連の流れにファンの中では、ライジンで朝倉海や井上直樹とも対戦経験のある渡辺修斗の実弟、現役の格闘家で5月にも試合をしたばかり、ツイッターを見ると子供たちと過ごす写真をたくさん上げていて良きパパの側面がうかがえる、青木真也選手のツイートから察するに過去にも何度か似たような事件やトラブルを起こしているのかも、兄貴の渡辺修斗選手は嫁と幸せに暮らしているのに弟は半グレかよ、悪そうな顔しとるわな、過去の知り合いに東壁の人いました、東壁だったり仮パクだったり、そういう人はまず自分の罪を受け入れて向き合っていかないと治らないよね、格闘家か、なんかモヤモヤする気持ちなど、ライジンファイターである渡辺修斗選手の実弟の逮捕に驚きを隠しきれないコメントが多く寄せられております。本日もご視聴ありがとうございました。